キリト、どうかしたの？今、何か聞こえなかったか？獣の鳴き声みたいな。本当だ。確かに聞こえたよ。ここからそう遠くはないみたいだね。行ってみるか。たかが獣と侮るつもりはない。しかし挑んでくるのならば容赦はしない。多勢であろうとひるむものか。オルティナノスの剣撃、いかなるものかを知るがいい。余計なこと。私一人で十分だ。いくら君が強くてもこんな数を相手にするのは危険だぜ、お嬢さん。ごめんね、こいつ言い出したら聞かないんだ。好きにするがいい。だがそのふざけた呼び方を今すぐ改めろ。なら教えてくれ、君の名前は。私の名はメディナ。意志を継ぎ戦うものだ。大丈夫か、二人とも。僕は平気だよ。メディナは？ムカつく。え？助けてくれなどと私は頼んでいない。とは言ってもさっきの状況に一人で挑むのは無謀だと思うぞ。無謀と思えるくらいの試練でいいんだ。そうでなければ何のために剣技を磨く旅に出たのか。剣技を磨く旅？ひょっとしてメディナも剣士なの？どうでもいいだろう。もしかして行き先もザッカリアだったりして。うん、当たっているみたいだぞ。勝手に推測するな。もしメディナもザッカリアを目指しているなら、これ以上話すことはない。どうする、キリト？この道の向かう先はザッカリアなんだろ。だったらせっかく目的地が同じなんだから。なんだ。一緒にザッカリア行かないか。私にはやるべきことがある。貴様たちとのんきに旅をしてはいられない。僕たちにもやるべきことはあるよ。なあ、別に旅を楽しくするために一緒に行こうってわけじゃないさ。一人で旅をしていたらまたさっきみたいな状況に陥って危ないかもしれないだろ。けど同行者がいれば少しは安全なんじゃないかな。しかし目的は違うかもしれないけど、ザッカリアを目指すまでは協力できると思う。お互いの目的を果たすためにもそれが賢明じゃないかな。そうだな。ただし条件がある。なんだ。余計な詮索はせずザッカリアで別れる。そして道中は私の行動に口を挟むな。獣を相手取り剣技を磨くことも私の目的の一つだ。それを邪魔されるわけにはいかない。分かったけど無理はするなよ。貴様らの指図は受けん。私は
私のやるべきことをする。指図するつもりはないさ。短い間だけど、仲間としてよろしくな。仲間だと？よろしくね、メディナ。本当にこの者たちは一体何なんだ。ムカつく。が、ここで死ぬわけにはいかないのも事実だ。私にはやるべきことがあるんだ。
の人どうしたんだろう。助けないと。うん。大丈夫ですか。ああ、助かったよ。一体どうしても行かなければならない場所が遠出になることは覚悟。そこまで無理をするなんて。昔花畑としてでは誰かには。ああ、ムス、本当は商人から買うよ。そんな時にたまたまだとしても無茶。そうだね、まったく父親。いや、確かにそんなことはない。あ、メディナ。そうかな。とにかく家に、いや、花畑を。しかし花畑まではそう遠くないはずだ。だったら僕たちも一緒。気にするな、君たちにもめありがたいが。それわかりました。街道からそ、ああ、大丈夫。本当は家まで送るべきなんだろうけど。目指すのはザッカリアだ。うん。この近くで50歳くらい。もしかして見かけたんですね。ええ、やっぱり花を探すために。父さん。はい、娘です。花畑を目指していると思って。花畑はここから近いとき。確かに距離は。一体どう。その花畑は人里から距離が。多くの獣の中には凶暴。大変だ。うん、今なら。しかしそんな危険なこと。問題ない。私、メディナ、手伝ってくれ。もちろん剣技を磨くためだ。獣も多くいるみたいだしな。貴様たちのような。ああ、ありがとうメディナ。ムカつく。なぜそこで礼を言う。それじゃあ急ぐぞ。Thank you.
君と一緒なと勝てるぜ。終わったか。よし、私たちの勝ちだ。問題はない。え、なんかね。死ぬ気で来い。私が。怪我はないか？ああ、ありがとうお嬢さん。無事で何よりだ。本当にありがとう、君。感謝の言葉なら、彼女に。父さん！なんでお前が。心配で追いかけてきたに決まってるでしょ。ああ、すまない。メディナ？私は先に行っている。僕たちも行こうか。ああ。それじゃあ二人とも。君たち。ありがとうございます。待っててくれたんだな。勝手に行ってもすぐに追いかけてくるだろう。責任が私にもある以上、ザッカリアも。そこでお別れ。そういう話だったろ。でもメディナも剣士ならザッカリアの剣術大会に行ってるんじゃ。詮索もしない。そうだね。では、行く。終わったな。はっ。
バ、それに。なんだ、まあ歩けないって。え、君、いや友情がいるし。君ってやつ。なるほどな。私は、いや、女の子がさっきみたいな獣がいるっていうか、急いではいない。なるほど。よえ、いや、お腹も空いたし。キリトはお腹を満たしたいってそうだろ。あ、ちょうど。おい、私を無視して。はメディナ、するわけ。あ、メディナ、そうだよキリト。いや、メディナとは離れてね。私はもう。なんでだよ。行くと言ったら行く。大丈夫？あ、ちょっと待っててくれ。メディナ、ほら飲んでくれ。ありがとう。お礼言えるんだ。何を言う。そっか。はあ、メディナ、余計な世話だ。夜に闇、お父さんだって心配。ムカつく。よし、持ってきた布が。僕たちは。おお、さす。おい、私はやえ。よし、友情はナイフでパン切って。ね。さてと、それと、楽しみだ。誰かさんが言っ、そうか、何か言ったかい。いや、どうでもいい。僕の友達の妹なんだ。そうか。どうしたの。いや、その娘には。わかった、伝える。メディナってどこか。お前は何の。いや、普通に気になるだ。お前たちが知る意味深にさ。はあ、もうムカつく。別にどこから来たに。どうせすぐに私たちは。わかった。むかつく。おやすみ、メディナ。友情、枕になるもの持って。持ってないよ。ねえ、カバンだとゴツゴツしそうだな。つべこべ言っていい。あじゃあ、こん。まったく、私はただ一人でこの旅を始め、そう、私たちが不死。オルティナノスケ。父上なんて大嫌い。結界にな。そうかもしれない。おお。め、大方遊び歩いていたので。オルティナノス殿との別れは。父上、私はあなたの残した剣で聖豪騎士となり、
メディナ。大丈夫か？すご。別に。冷や汗びっしょりだよ。少し。待たせたな。ね。なんでお前はそんなにもショック。誰？悪いな。枕がなかった。理由になってな。まったく。よし、それじゃあし。メディナ、大丈夫？え？さっきから。余計な世話だ。さあ。さてと、うん。しないぜ。
たちなら勝てる。ついてこい。ついてこい。行くぞ。ついてこい。行け。
ならそっと勝てる。ついてこい。行くぞ。ついてこい。きっと勝てる。行くよ。